どうも、マイズです。ニックです。はい、今日はですね、久しぶりのガレージ動画ですね。はい、いやまあね、まあガレージ動画って言ってもまあ大したことではないんですけども、一応ね、まあサムネとタイトルで、見てもらってわかるかもしれませんけども、ノーヘルしました。はい、いやまあね、なんていうか、まあヘルメットどうしようかなって考えてて、まあその中でね、ちょうどね、まあ今年入ってからではないんですよ。まあ去年のね、年末のセール時期にね、たまたまいいの見つけたんで、買っちゃいました。はい、今はそのヘルメットなんですけどね、こちらですね、こちらじゃーん。まあ見事だと翔平さんですね。うん、一応まあマットのブラックはあんまりまあ好きではないんですけども、まあね、まあ今もこの時代マットが主流なんで、うん、まあこれ買いましたけども、うん、省エイのね、こちらでは、まあ、RF1200 っていうモデルで、まあ日本でいうところの Z7 か、Z7 ってやつですね。うん、まあ最新のモデルはこちらは RF1400 で、まあ日本では Z8 になるんですけども、まあ一つ前のモデルなんですけどね、まあセールで超安くなってたんで、買いました。はい、まあまあでもそれでもね、まあ今のに比べたら全然まあアップグレードなんで、うん、で全体的にもね、まあなんか、うん、まあ自分的にはまあ結構好みのね、まあアメリカンフラッグのデザインで、まあいいかなと、はい、思ってます。まあこんな感じでね、製造機が左右にデザインされてると。で一応 RF1200 の何てモデルやったかな、これデディケイテッドっていうモデルですね。うん、で一応シールドの方はね、今これ外してるんですけど、でこれ新しくね、ミラーシールドを購入しました。はい、で、それと合わせて、これですね、ピンロックシールド、これも新しいのを買いましたということで、こちらはまだね、つけてないですけども、うん、で一応まあセナのねセットアップは一応中にスピーカーとマイクはねもうセットアップしといたんで、もうレディートゥーユーズですね、レディートゥーゴーって感じですか。はい、いやまあでもね、まあいいヘルメットが見つかってね、まあ良かったですよ、本当。うん、結構気に入ってます。まあ、デザインもね、そんなに派手でもなく、ね、全くの真っ黒でもないっていうところでね、結構ね、お気に入りになりましたね。はい、今年はね、まあ、これをかぶって乗っていきたいというところですね。うん、まあまあそんな感じでね、まあ、特にまあ何ということもなく今回はこれノーヘルしましたという動画だけです。はい、すんませんね、なんかもう大したことない動画で、まあね、まあノーヘルだけでもなくね、これは ZRX、 かっこいいね、もういつ見てもこれかっこいいね、これ、うん、ほんと最高ですね、最高でね、ね、悠久の相棒 RZ3 番ということで、はい、ね、であとはね、まあ、ロンツー仕様に渡辺君新調したトレーサー 9GT と完璧じゃないですか。
もうこのラインナップ、はい、いやいいね、もう自分で言うのもなんやけどもね、最高ですね。うん、まあそんな感じでね、一応今回は RF1200、まあ、日本でいう Z7 ね、アメリカンフラッグデザインのデディケイテッド、ノーヘルしましたかという動画でした。はい、ということで、今回の動画はここで締めさせていただきたいと思います。じゃあまたね、次の動画でお会いしましょう。んー、じゃあね、バイバイ。